羽生さんのあの、超高得点も、はあ、あの、グランプリファイナーでね。パリの散歩道。はい、ね、出ましたけど、あれはご覧になってて、いかがでしたかもうジャンプ完璧でしたよね。なんかね、私全然詳しいこと分からないですけど、うん、見てて、キャーって思いました。<laughs> あんなに軽々とん、飛ぶとすごいですよね。幅、スピード、質、うん、もうプラス絶対もらえるっていう要素ばっかりですね、はいの。トリプルアクセルに行くときの、 右、左、ターン、トリプル。左足のターンしてのアクセルですよね。あれすっごいぴったりだったよね、今回。あの、飛び方って本当に難しいんですよ。あれちょっとバランス崩したり、リズムが合ってないと、アクセル飛ぶ前にすっぽ抜けたりするんですよ。危ないですね。ジャンプに行けずに終わっちゃう時もあるんで。 いや、けど今回すごかったですね。すごかった。そこは何回も巻き戻しちゃう。あの、4回転よりもそのトリプルアクセルの、あの、ジャン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 ってとこがあるんですけど <laughs> <laughs>。前回言ってましたもんね、あの、手の上げる手の上げ下げも、美しい。しすごく、あの、丁寧に、多分、ちょっとステップとかも作り変えたっていうかなんか。変わってましたね。ね、<は>起伏をすごいつけて。うん、羽生さんの、 羽生さんってなんか新しいタイプの方なんですか。珍しいですよね。珍しいやっぱどう珍しいんですか。こう柔軟性があって背が高くて手足が長いスケーターってなかなかいなかったかな。ああそうなんですね。うんうん、柔軟性があると小柄ら方だったりとかってことが多かったんですか今まで男で柔軟性がある選手ってあんまりいなかったですよね。ビールマンスピン彼やってるんですけど、ね、今までだとやっぱプルシェン いううん、すごい男、男子には負担が大きすぎるんですよね。そうですね。腰に負担が大きいと思いますし。小柄、まあ、小田さんとか結構小柄。あの、そうですね。165センチくらいじゃないですかね。170ある選手ってなかなか、あ、そうなんです。いないと思います。日本でも本当に数人しかいないんじゃないですか全日本で。そうだよね。